合戦の経験はある。戦意を尊ぶのが武士の信条。楽な戦など一つとてないが、我らは正義の師、気高い大義を掲げておる。一歩たりとも後退せんぞ。わしは最後まで戦う。お主らもきっと同じ考えであろう。誰が武田の大将か長い間分からなかったが、はたと気がついた。率いるは誰でもいいのだ。軍全体が間抜けゆえ、大将など必要ない。ここは実にすごいよのう。大屋島広しといえど、これにかなう城はないじゃろう。我が軍の力が加わらば、その凄さが増すというものじゃ。最後に助言を一つ。撃たれることなく相手を撃て。勝利を我らがものとなすのじゃ。
Feind hat einen Turm eingenommen! Thank you.
怒りを下ろせ。刀は殿のもの。遅れぬように。今、追撃ください。対応を進めております。我が刀は殿のもの。よろしよ。どうぞご命令を。殿の御ために。待ち申し上げます。申し訳ございませんが、できません。速やかに進め。忠誠を誓います。一人として逃がさないぞ。待てば海路の日和あり。殿への忠誠を誓います。殿、公務にござりますか。いかにお使い差し上げましょうか。殿、できるものなる従いたいのですが。どうぞご命令を。
Unser General ist in ernster Gefahr, mein Lord. Wir haben ihren Turm eingenommen, mein Lord!他にもっとご命令は。殿、御用でございますか。どうぞご命令をお待ち申し上げます。兵糧を集めております。どうぞご命令を。ご命令をお待ち申し上げます。ああ戦が恋しい。どうぞご命令を。速やかに進め。お使いします。仰せの通りに。いつでも戦えますぞ。いつでも戦えますぞ。ご命令でしょうか。宿を探しております。お使いします。you
Unser General ist in ernster Gefahr, mein Lord. Feind hat einen Turm eingenommen! Thank you.
でしょうか。炎、ご命令を待っておりますぞ。我が一族のために戦おうぞ。何事だ。要策じゃな。ご命令でしょうか。速やかに進め。殿の御ために。それは無理じゃ。次なるご命令は、ご命令でしょうか。なんという恐れ。殿、ご用でございますか。恥ずかしながらできませぬ。戦いますぞ、殿。お使いします、殿。次のご命令はいかに。隊を進めております。我が魂も血に飢えておりますぞ。殿のご随意のままに。我が刀は殿のもの。忠誠を誓います。殿、できるものなら従いたいのですが。ご用ですか。何かお役に立てること。今度は何用じゃ。そうするとしよう。自室にて休むとしよう。ご命令でしょうか。ご命令でしょうか。殿への忠誠を誓います。どうぞご命令を。武士の本懐を遂げよう。ご用ですか。敵を血祭りにあげましょうぞ。ご命令を。何事だ。船室を用意せい。